はい、皆さんこんにちは。グローカルの松田です。ここグローカルチャンネルでは、国際協力で今活躍されている方、昔活躍されてこられた方の生の声を発信していくようなチャンネルになっておりますので、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日はですね、国際協力の中でもジャイカ海外協力隊出身で今教育に携わられている綾乃さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、早速なんですけれども、はい、自己紹介いただいてもよろしいですか。はい、綾乃と申します。ジャイカ海外協力隊でウガンダに体育隊員として2年間行ってました、うんうん、で今は教育関係ということで、コロナになって非常勤講師を中学高校でしたりとか、うんうん、幼稚園生、小学生、中学生、高校生で、はいはい、大学の助手もやってたので、うん、教育関係というざっくりしたところで。なるほど、はい、はい、ありがとうございます。自己紹介です。はい、じゃあ早速ちょっとお聞きしていきたいんですけど、はい、そもそも綾乃さんが国際協力に興味を持ったきっかけって何かあったんですか。まず最初に小学生の頃からフラダンスと呼ばれるハワイのダンスをやっていたんですけども、まあ、その時に海外っていうところに目を向け始めました。でそこから旅をちょっとずつしていく中で、大学生の時ですね、旅に何かしらの目的を持ちたいっていうのが私の、はい、あ、そうか、ある国に行く、そう、何をするかみたいな、はい、そういうことね。たまたま大学生って結構時間があるじゃないですか、うんうんうん、でその中で夏休み何かしたいなっていう時に、うんうんうん、あのカンボジアのスタディーツアーに参加させてもらって、国際協力ってこういうことなのかなっていうところから、もっと自分自身深めていきたいなっていうのと、うんうんうん、支援するってどういうことなんだろうってその時に考え始めたのが第一歩になってます。なるほど、ありがとうございます。フラダンスを始めたきっかけからもちょっと聞いてみたいなと思って、はい、なかなかフラダンスって日本でやってる人あんま僕の中ではいなくて、なんでフラダンスやり始めたんですか。もともと母がダンスをやっていて、母もずっと昔からハワイが大好きで、そうなんだ。そう、母はあのジェットスキーっていうあの水上バイクの関係でハワイに遊びに行って、かっこよすぎだろ。ハワイは昔からよく友達に会いに行ったりと言って連れてってもらってたんですけど、そんな時にずっとモダンバレーっていう踊る方のバレーをやっていて、その時に母親の方針としてやるなら極めなさいみたいな、はいはいはい、モダンバレーで極められないなって思ったんですよ。でもともとハワイも好きだし、うんうんうん、でもフラって皆さんのイメージで公民館、はいはいはい、ムームー来てとかおばあちゃんとか、日本だと年齢層がちょっと高めみたいな、かっこいいっていうよりかは健康エクササイズみたいな、だったんですけど、うん、ハワイで現場で見たら面白いぞ、あ、そうなの、これはいけるかもしれないそうなの。ちなみに面白さって何、フラダンスの。手話なんですよ全部。文字を持たなかったハワイの人が交渉芸術としてフラ、うん、その伝統とか伝説とか、はいはいはい、その時にあった歴史とかを手話でやってたので、うん、お花とか、はいはいはい、雨が降るとか全部に意味があるんですよね。そっか、その踊る動きに意味があるってこと。そうなんです、全部に意味がある。だからみんなの有名なこういうこんなだよねフラってっていうのは、踊るっていう意味があるんですよね。へえ。なんで言葉が苦手な人、喋るのが苦手な私みたいな人でも踊るっていうねことで国境も越えられるっていうのが一番面白いかなと思います。なるほど。じゃあそれでフラダンスの面白さっていうのを感じて、ハワイとかでそういったところをやってて海外に興味を持ったと、はい、とはいえ大学生の時にカンボジアでスタディーツアーに参加して国際協力に入っていったと思うんだけど、国際協力に入る時、カンボジアのスタディーツアーあるじゃない、はい、その時何を考えたの。そのスタディーツアーっていうのが4泊ぐらいだったんですけど、うん、あ、そうなんですね、うん、個人にお米だったり、うんうん、食べ物も支援するっていうような形で、それが費用に含まれていて、うんうん、でもそんな時にその子たちは一時的にお腹が満たされるかもしれないけれど、うんうん、継続的ではないなって思ったんですよ、うんうんうん、でそんな時に一緒にゴム跳びをしてて、はい、すごいスペック高いんですよねそんな位置から飛んじゃうみたいなその時にオリンピック選手とか体操とかで生計を立てられるような子を育てる、うんうんうん、ハウトゥーを教えてあげればこの子たちすごい伸びるんだろうなっていうのを感じて、うんうん、自分の中で支援っていうのは継続的に何か技術を学んでもらったりっていうのが一番いいのかなっていうふうに思ったきっかけ、うん、なるほど。最初は支援って何だろうっていうところも含めてスタディーツアーに参加してみたけど、自分なりの支援って何なのかみたいなところがそこで一個固まったみたいな感じだったんですか ね。ちなみに大学の時は学部は国際協力みたいな専攻だったんですか。体育大学のダンスでした、はいはいはい、あ、そうなんだ
ずっと踊ってしかいないっていう。でもスポーツを通して何かできるんじゃないかっていうところを考えてたことだったんですよね。教職取ってたので、それなりの体育の教員になるための授業、うんうん、そうなんだ。でカンボジアのスタディーツアー参加するじゃない、はいはい、いろいろそこに面白さを感じてまた深く入っていくと思うんですけど、カンボジアのスタディーツアーした後は国際協力に何か携わったりしてたんですか？海外に行くっていう、うんうん、自分の視野を広げるっていうことはしてたんですけど、特に国際協力として何かをしたっていう経験はなくって。なるほど。でも海外は行ってたんですよね。行ってましたね。それは途上国、先進国、どちらもあんまり行ってないところで言うと、うん、ブータン、キューバ、プエルトリコ。そうなんだ。ちなみに一番印象的な目的とどこの国に行ったかちょっと聞いてみたいんですけど。真面目なところで行くとブータン。ブータンは世界一幸せな国って言われてたんですよ、大学生の時、はい、本当に幸せって何なんだろうみたいな。幸せって言われてる理由何って思いません？確かにね。でそれを目的にしたに行きました。ただ幸せって知らないことも幸せなんだなって思ったんですよ、うんうんうん、贅沢とか裕福とか、うん、みんなが一緒なのも幸せなのかなってその時に感じた、うん、まあ、それも今後国際協力の中の自分の軸にもなるところなんですけど、うんうんうん、幸せを探しにブータンに行きました。それちなみに大学何年生の時？3年、4年。でもカンボジアの後ですね。そうなんですね。なるほど。じゃあ面白いことを目的に行った国は？キューバ。キューバは逆にダンスっていうところでつながれるっていうところで、公園にキューバで人気なお酒を1本持って友達とセッションしに行こうってなって公園にね、素敵な人いないかな、一緒に乾杯したいなっていうところでお酒を持って公園に遊びに行ったら、素敵なギターを弾いてる人がいて3時間ぐらい一緒に踊ってお酒飲んでみたいな。マジで？また明日もここにいるから会いたいなって言ったら、その時ってまだ Wi-Fi が通ってなくて、はいはい、だから携帯もない時計もしない、明日のこの夕暮れの日にこの時間に会おうみたいな。うわすごいみたいなやばい、キューみたいな。それ恋しに行ってるね国に恋しに行った。あ、そういうことね。なるほど。素敵だなって。さっきもそのブータンは幸せを知りに行くとか、うんうん、キューバは踊りを通じてコミュニケーションを取っていくみたいなところ、うんうん、はい、いろんな国を自分が立てた目的を遂行するためにいろいろ旅してたみたいな感じなんですね。そうですね。なるほど。大学じゃあいろいろしてて卒業するじゃないですか、はい、大学卒業した後はどういう選択をするんですか？そのまま大学院にストレートで行きました。体育大学の大学院で、スポーツ科学でのスポーツマネジメントで研究をしてました、はいはい、何スポーツ？こう見えてスポーツ科学って何？スポーツマネジメントって何か聞いてみたいんですけど、はい、具体的に何なの？スポーツマネジメントで私がやってたのはプロフェッショナルとは何か、うんうん、それはスポーツの中のプロフェッショナルとは何かってこと？そうですね。フラーにおけるプロフェッショナルとは何かっていう論文を書きました、うん、はいはいはい、すごいね。そんなのやってたの？なるほど。ちなみに大学院行ってた時は国際協力に関して何かアプローチしてました？全然してなかったです。教職の免許をアップグレードさせたぐらいで。あ、そうなんですね。でもあのプロフェッショナルって何にも通じると思っていたっていうのもあって、自分はフラで大会とかに出させてもらってて、日本人とハワイの人が戦うっていうか、まあ競技大会に出て争わなきゃいけなくなった時に、その文化を知るっていうのは大学院生の研究としてあるんですけど、それじゃあ同じフィールドで戦えないじゃんみたいな。もともと母国語が日本語、向こうの方は英語で、ハワイのカルチャーを研究するってなると難しいところがあって、だったら感覚的なもの、自分たちがどうフラを捉えてるのかっていう研究をしたいっていうところで、日本とハワイの人の意識の差をプロフェッショナルの概念から噛み砕いていくっていう研究をして。そうなんだ。それはじゃあハワイの人たちでフラダンスに携わってる人とかにインタビューしたりして、プロフェッショナルとは何かとかをずっと聞いていくみたいな感じ。最初にインタビューして、でその後アンケートを作って、日本とハワイの人同じアンケートを答えてもらって、うんうんうん、でその差を調査するっていう、比較してみたいなね。比較して、そうです、そうです。ちなみに違いはありました？もともとやっぱり見えてたところであるんですけど、ハワイの人は生活の一部にフラがあって、日本人は結構健康増進であったりとか、はい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 、カルチャーよりというよりかはフィットネス寄りなんだなっていうところは研究で改めて分かったところ。なるほど。確かにハワイは日常生活の一部としてフラダンスがあると、はい、一方で日本は趣味とか健康促進のための一つのツールとして使われるケースが多いみたいな感じの比較結果が出たってことですね、はい、面白いなそれ。はい、ありがとうございます、はい、国際協力に興味を持ったきっかけから、大学時代何してて、どういうふうに国際協力に深く入り込んでいったのかっていうところをお話しいただいたんですけど、はい、次の動画では JICA 海外協力隊に参加するきっかけっていうところから、具体的に何してたのかみたいなところをお伺いしようかなって思ってます。はい、はい、本日はありがとうございました。